アメリカ無線中継連盟は、アメリカ合衆国最大のアマチュア無線愛好家のための非営利団体である。1914年4月6日、コネチカット州ハートフォードで、ハイラム・パーシー・マキシムとクラレンス・リー・タスカによって、設立された。AW ・ハールは、米国連邦政府の規制当局に対して、アマチュア無線家の利益を代表し、アマチュア無線家に、技術的助言や支援を提供し、 数多くの教育プログラムを支援し、アメリカ全土の緊急通信業務を支援している。a w ルには約15万4000人の会員がいる。a w ルによれば、米国内の会員だけでなく7000人以上の国外の会員もいる。a w ルは多くの書籍と月刊の機関紙 QST を発行している。2014年7月に、 ハートフォードで結成100周年大会を開催した。AWHR は米国政府に対するアマチュア無線化の主要な代表組織である。米国議会や連邦通信委員会へのロビー活動により機能を実行する。AWHR は国際電気通信連合や世界無線通信会議に対してアマチュア無線化の利益を代表する国際組織である。 国際アマチュア無線連合の国際事務局でもある。本部はコネチカット州ニューイントンにある。7エーカーの敷地には本部施設のほか、アマチュア無線局 W1 オータムウィンターの上地場所がある。地方組織は米国全域でその地域での活動を行っている。a w ハールの W1 オータムウィンターの建物 a w ハールの組織は 会員から選出されたボランティアの理事会によって運営されている。a w ールではアメリカ全土を15の地域に分け、理事は各地域から選出され、その地域の会員を代表する。各地域で理事と副理事を1名ずつ選出される。理事、副理事の任期は3年で、毎年、理事、副理事の3分の1が改選されるように、任期がずらされている。理事会は、 組織全体の運営の方針を管理している。理事会は、理事会全体の方針決定を行うため、AWR 理事会のメンバーで構成され、会長が率いる執行委員会を任命する。AWR の役員は、最高経営責任者の指揮のもとで、組織の日々の管理業務を管理する。これらの役員は、理事会が承認する限りその職位を保持するが、理事会に対する、 投票権はない。AWR の地域活動は地方組織を通じて実施されている。地方組織は15の地域をセクションと呼ばれる71の地理的な領域に分割する。各セクションはボランティアのセクションマネージャー1名と数名のボランティアメンバーによって運営される。セクションマネージャーはセクション内に住む会員から選出され、任期は2年間である。 セクションマネージャーはボランティアの運営チームを任命する。セクションマネージャーは一人以上のアシスタントセクションマネージャーを任意に任命することができる。AWR 地方組織の重要な機能に災害時に非常通信を組織的に実施することがある。AWR のアマチュア無線非常通信業務プログラムは AWR 地方組織によって組織されている。地方組織の 各、セクションごとに指定されたセクション非常コーディネーターが配置されている。アリスは訓練を支援し、政府機関や救援機関との了解を覚え書きを確立する。アリスは a w ハールの歴史の中で数え切れない、時間の不可欠な保管的非常通信を提供してきた。1989年のサンフランシスコアンデノロマ、ブリータ地震発生時は、 数百人のアマチュア無線化が対応し、最初の週だけで、延べ3000時間以上がボランティア活動に充てられた。2005年のハリケーンカトリーナの災害復興では、アリスは数百人のボランティアのアマチュア無線化とともに、復興組織や災害救援を調整する役所に対して、通信支援を提供した。2000を超えるアマチュア無線クラブが、 AWR 提携クラブプログラムに参加している。AWR の共同創設者、ハイラム・パーシー・マキシム AWR の共同創設者であるハイラム・パーシー・マキシムは、1914年、当時、コネチカット州ハートフォードに住むビジネスマンエンジニア、発明家だった。彼は活発に活動するアマチュア無線家でもあり、彼の無線局は、ハートフォード地区で、 最高の設備を備えた無線局の一つだった。1914年4月のある夜、彼はマサチューセッツ州スプリングフィールドにいるアマチュア無線化にメッセージを送ろうとした。彼の無線局の出力は1キロワットで、スプリングフィールドまでは30マイルしか離れておらず、正常に通信できる範囲内だった。彼は連絡を取ることができず、その中間地点である、 コネチカット州ウィンザーロックスにいる別のアマチュア無線化を知っていたのを思い出し、彼にメッセージを中継するように頼んだ。その時点で彼の無線局が正常に通信できる範囲は数百マイルだったので、マキシムは組織されたメッセージ中継システムがあれば、アマチュア無線化にとって非常に役に立つと認識した。マキシムはハートフォード無線クラブのメンバーであり、 1914年4月のクラブの会合でアメリカ無線中継連盟の組織計画を発表した。クラブはその組織の発展を支援することに同意した。マキシムとクラレンス・ディー・タスカは申し込み用紙を作成し考えうるすべてのアマチュア局に送付した。1914年9月までに a w ハールの名簿に記載されたつぼねは230を超えていた。 1915年初めに連盟におけるハートフォード無線クラブの役割について意見の相違が浮上し2月に a w ハールがクラブから分離してコネチカット州の法律家の組織となった a w ハールの財政は不安定であり収入の大部分は小冊し地図などの販売によってまかなわれていた1915年3月までに600局が加盟し危機や 操作能力の向上により、最大で1000マイル以上の通信可能距離を持つつぼねも現れ始めていた。a w ハールが会員と連絡を取るために何らかの形での解放を発行する必要が生じた。マキシムとタスカは個人的に資金を調達して、1915年12月に帰還し、QST の第1号がすべての会員に無料で送られた。 1> 第1号の q s t は16ページの冊子だった。第2号以降は年間1ドルの予約購読によって提供された。1916年、連盟の会員数が選挙区に近づいたのに伴い、マキシムは東西南北に6局のリレー局からなる感染を設定し、それぞれの管理者を任命した。メッセージは次第に長距離に中継されるようになり、 1917年2月にニューヨークからロサンゼルスにメッセージが送信され1時間20分で返事が届いた。1917年連盟はより正式な組織に再編成された。規約が採択され12人の理事と4人の役員が選出され無線に関心を持つ人は誰でも参加することができるようになった。それから間もなく アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦したため、すべてのアマチュア無線化にアンテナを撤去するよう要請する商務省からの手紙が届いた。第一次世界大戦の間、連盟は軍の通信士へのアマチュア無線化の募集を促進したが、民間人による無線機器の実験はすべて禁止されたため、それ以外にはほとんど何もできなかった。 1918年11月に停戦協定が調印されたが、米国議会は、米国内のすべての無線事業を海軍の管理下に置く法案を提出した。当然、a w ハールはその法案に強く反対した。マキシムは、議会委員会で証言し、a w ハールは、効果的な草の根の,のキャンペーンを組織し、何千人もの人々が、野党の議員に連絡を取った。 その法案は廃案となり、1919年4月、アマチュア無線化は再びアンテナを設置することを許可されたが、それは受信のためだけだった。一方、連盟は組織再編が必要となった。会員に再建を売ることで資金を調達する計画が採択され、約7500ドルが調達された。QST は権利の保有者であるタスカから連盟が買い上げた。 a w ハールは送信の権限の再開を求めて議会のロビー活動を継続し1919 19年11月にアマチュア無線が全面的に復活した。a w ハールレイディオグレアムデリバリーポストカード C19251920 年代には無線の技術が驚異的に発展した。第一次大戦中の需要と無線の商業化の進展によって無線機器は 急速に改善された。より効率的に高周波エネルギーを発生させ、モールス符号を伝送する連続波システムが標準となるにつれ、火花送信機は急速に消滅した。1923年にはコネチカット州とフランスとの間で初の大西洋横断の双方向通信に成功した。政府が商業周波数とアマチュア無線用周波数を どのように配分するかについて不確実性があったため、a w ハールは、帯域を不必要に占有しないように規律を保った。政府への働きかけの結果、アマチュア無線化は多様な周波数帯を使用できるようになった。当初割り当てられたのは1.8、3.5、7、14、28、56メガヘルツ帯で、それ以外の周波数帯は後に追加されたものであり。 5 6メガヘルツ帯は5 0メガヘルツ帯に変更された。この機関のその他の活動には、アメリカからのメッセージを速やかに送る大陸間中継、非常時の通信支援、北極体験隊のドナルド・バクスター・マクミランに対するアマチュア無線化の支援などがあった。また、連盟は国際無線会議でのアメリカ代表団の諮問機関として行動し始めた。 1925年に国際アマチュア無線連合が結成され、ニューイントンに本部が置かれた。1930年代、世界恐慌が連盟の発展に大きな打撃を与えた。ハイラム・パーシー・マキシムが1936年に死亡した。彼のコールサイン W1 オータム・ウィンパーは連盟が継承し、史上初の記念曲として使用されている。 1937年には100のカントリーとの通信に対して贈られる DXCC アワードが制定され今でもアマチュア無線における最高の名誉となっているアマチュア無線化は多くの場合 AWR 非常通信隊の下で数多くの災害時に支援を行った連盟の機関紙 QST は音声テレビ VHF の実験を行う無線化のための ホーラムとしても機能した。第二次世界大戦中、アメリカ合衆国内のアマチュア無線化に対し再び、電波の送受信を行わないよう要請された。a w ルは民間防衛システムである戦時非常無線業務を開発し、政府の承認を受けた。何千人もの連盟の会員、そして連盟の出版物を通して技術的な訓練を受けた。 何千人もの人々が戦争に巻き込まれた。1945年後半にアマチュア無線が再開された。戦争終結後は大量の戦争余剰機器が利用可能だったことからアマチュア無線化が急激に増加した。ワ川破イやマイクロ波などの新しい技術での実験が始められた。1950年代にはアマチュア無線の継続的な発展とそれに伴う a w ハールの成長が見られた。新しい民間防衛システムが連盟によって開発され、隔離された十字中の会員とその家族とのが定期的に連絡できるようになった。無線機器は急速に改善されたが、テレビへの渾身で問題が起こるようになった。1957年の国際地球観測年に科学者と協力して a w ハールと多くの会員が、 対応活動が VHF 帯の電波に及ぼす影響を測定した。1961年に連盟はインセンティブライセンスを奨励し、より高いレベルの操作権限には、高いレベルの実証された知識と電信術を必要とするという原則への復帰を求めた。免許を受けた者が高いレベルの知識と技能を有してビルと再確認されるまで、 高いレベルの操作権限が停止された。インセンティブは今でも有効であり、最も高いライセンスクラスの保有者だけが、すべてのアマチュア無線の操作権限を維持する。1964年には、a w ル結成50周年記念郵便切手が発行された。同年、ニューイントンに新しい本部ビルが開設された。これまでに16人のアマチュア無線家が、 AWR 会長になっている。AWR は電力線が妨害電波を放射しアマチュア無線の活動を妨げるとして電力線搬送通信一種の電力線ブロードバンドの規制対応に反対している。AWR は FCC に何件かの BPL の干渉報告を提出している。AWR は FCC が BPL に関連する規則を策定する際に行政手続き法に違反したと主張して FCC を訴えた。2008年4月25日、高層裁判所は FCC がアパに違反し、特に FCC の決定に疑問が呈される可能性のあるデータを改ざんしたという AWR の主張を認めた。W1 オータムウィンターのスタジオ1でゲスト運用を する人 a w ハールはアマチュア無線化に対し様々なサービスを提供している。ドキシンに関心を持つ会員のために他の国の無線局と QSL カードを交換するための QSL ビューローを運営している。a w ハールは本部の敷地内に組織されたアマチュア無線の父の生きた記念碑としてハイラムパーシーマキシム記念局 W1 オータムウィンターを維持している。 W1 オータムウィンターは、モールス信号を学びたい人のために、定期的にモールス信号を送信し、また、アマチュア無線化が関心を持つような、様々な報道を放送している。a w ール・ベックは、3種類の米国アマチュア無線従事者の試験を実施する。FCC は現在、ベックとして14の組織を認定しているが、米国のアマチュア無線従事者試験の、 約3分の2が a w ハールが主催するベックである。a w ハールは会員と非会員のための出版物や機関紙を発行している。QST は月間の会員向けの機関紙であり、題名はすべてのつぼねを呼び出すという意味の給付号にちなんでいる。また、無線電子実験を行う人のためのケックス、コンテスト愛好家のための ナショナルコンテストジャーナルという2冊の各月監視も発行している。AWR は様々な技術書とオンライン講座を発行している。AWR の会員は技術文書、アマチュア無線機器の広範な製品レビュー、拡張されたコンテスト情報、AWR の全刊光物の検索可能なデータベースを含む AWR ウェブサイトの特別会員。 限定セクションにアクセスすることもできる。アマチュア無線の年間であるラジオアマチュアーズハンドブックが1926年から出版されている。AWHR はアマチュア無線従事者免許の取得やより高いレベルの免許を取得するのを支援する一連のマニュアルを発行している。AWHR は年間を通して多くのコンテストを支援している。中でも ノーベンバースウィープステークスと国際デラックスコンテストは最大のものである。AWR は ARHF 世界選手権の本部局としても参加している。フィールドデーは AWR によって開催される年1回のイベントで非常通信のための準備とアマチュア無線の推進に重点を置いている。ありがとうございます。